ドラゴンボールでおなじみの鳥山明先生が3月1日に亡くなってしまったことを集英社が明らかにした。鳥山明先生はドラゴンボールやドクタースランプあられちゃんで知られる漫画家で、ドラゴンクエスト、クロノトリガーのデザイン担当をするなど世界的にも多大な影響を与えてきた偉大な漫画家である。しかし3月1日に急性硬膜下血腫によって亡くなってしまったことが分かった。今回の件についてドラゴンボールの初代編集であるドクターマシリトこと鳥島和彦氏のコメントが公開されていた。昨年出した本ドクターマシリト最強漫画術で一緒に仕事したのが最後の仕事でした。その中のあの頃の鳥島と鳥山が2人で作った最後の漫画になりました。45年間にわたりありがとうございました。鳥山さん、あなたは最高の漫画家でしたとコメントしていた。鳥山明先生は今なお連載が続いているドラゴンボールスーパーの監修やドラゴンクエストのキャラクターデザインを担当しており、彼が亡くなってしまったことによるこれらの作品や世界への影響は大きい。